レーガン大統領暗殺未遂事件。レーガン大統領暗殺未遂事件。レーガン大統領暗殺未遂事件は、1981年3月30日に、アメリカのワシントン DC で、アメリカのロナルド・レーガン大統領が銃撃された事件である。テキサス工科大学の学生だったジョンヒン・クリーは、1976年に公開された。 映画、タクシードライバーを繰り返し見る中で、12歳の、毎春フ、アイリス役を演じたジョディ・ホスターへの変的な憧れを抱く。その後、ホスターが、イエール大学に入学した時、ヒンクリーはホスターに近づくために、コネチカット州、ニューヘブンに転居し、ホスターの自宅のドアの下に、自作の詩を書いたメッセージを見込んだり、繰り返し電話をかけるなどした。しかし、 ホスターとの接触に失敗したヒンクリーは旅客機をハイジャックしホスターの前で自殺して注意を引こうとする計画を考えた。しかし結局ヒンクリーは歴史上の人物としてホスターと同等の立場になるために大統領の暗殺を加え立てる。計画実行のためヒンクリーはジミー・カーター大統領を州から州へと追いかけたがその結果テネシー州ナッシュビルで 重火器不法所持の罪で逮捕された。釈放されたものの無一文になったヒンクリーは、家に帰った後に、神経衰弱となり、精神療法を受けたが改善しなかった。その後1981年になると、カーターを選挙で破り新たに大統領となったろうなど、レーガンを付け狙い始めた。その後、ヒンクリーは、レーガンを銃撃するために3月29日に、 ワシントン DC に向かい、ワシントンポスト市で、翌30日のレーガンの予定を確認した。ヒンクリーはレーガンが30日の午後に、ワシントン DC のヒルトンホテルの会議場で、AFLCIO 会議で講演することを確認し、この際に銃撃することを決定した。銃撃に先立ちヒンクリーはフォスターへの手紙を2通、したためた後、 宿泊していたホテルを後にしヒルトンホテルへ向かったもののレーガン以外にもカナダのピエール・トルドー首相などが参列していたために会場内の警備が厳しく会場内での銃撃を諦め多くの群衆が取り巻く会場外で銃撃することにした午後2時30分前に会議場での講演を終えたレーガンはシークレットサービスや警護の警官らとともにティ T 通りの出口から出て 大統領専用車のリンカーアンタウンカーへと向かおうとした際に警備の隙を見てヒンクリーは回転式拳銃ローム RG14-22LR いわゆるサタデーナイトスペシャルから6発全弾発砲した。銃弾は専用車の車体に当たって跳ね返りレーガンの左胸部に命中し他にもジェームズ・ブレーディ大統領報道官とワシントン DC 首都警察のトマス・デラファンティ巡査、シークレットサービスのティモシー・マッカーシーに命中した。ヒンクリーは、シークレットサービスや警官に取り押さえられ、逃亡しようともせずその場で身柄を拘束された。この一連の出来事は、複数のテレビカメラによって、その一部始終が生中継されており、中には、ヒンクリーの銃自体が映っていた。その後世界中に、 レーガンらが銃撃されるシーンが放送されることになった。このシーンを投用して報道した新興ニュース専門放送局の CNVN は以降ニュース専門放送局としての地方を固めた。なお、アメリカ大統領が狙撃され弾丸が命中したのは1963年11月のケネリ大統領暗殺事件以来のことである。銃撃直後にレーガンは シークレットサービスによって大統領専用車に押し込まれ、その直後は無傷と思われたために即座にホワイトハウスへ向かった。しかし、その後に大統領専用車内でレーガンが吐血し合わせて胸部に出血を認めたために、シークレットサービスの起点により大統領専用車は近隣のジョージ・ワシントン大学病院に急行し、その後即座に緊急手術を受けた。なお、 弾丸は霊眼の心臓をかすめて肺の奥深くで止まっておりかなりのうち出血を起こしていた。霊戦下における国家の安全上の理由から実際に銃撃事件の直後にソ連の潜水艦がアメリカの大西洋沿岸に集結するなどの不穏な動きが見られた霊眼の詳しい様態が同じく狙撃され重傷を負った。 ブレーディ大統領報道官の代理であるラー・スピークス副報道官からマスコミに明らかにされたのはレーガンが退院してからのことである。また、レーガンと共に銃撃を受けたマッカーシーとデラファンティは幸いにも軽傷で済んだもののブレーディ大統領報道官は頭部に弾丸を受けたために一命こそ取り留めたものの回復不能な障害が残った。ブレーディ大統領報道官は2014年に この時の傷が原因で死亡している。レーガンは出血を伴う重傷を負っていたにもかかわらず意識ははっきりしており、自らの胸から弾丸を取り除く、手術の前には執刀外科医に対して諸君が皆共和党員だといいんだがねえ、とよくを飛ばす余裕さえ見せた。執刀外科医は民主党員だったが、大統領、今日つ日たち我々は皆共和党員ですと答え、 レーガンを喜ばせている。また、事件の知らせを受け病院に直行した妻のナンシーに、対しては、ハニー、僕は避けるのを忘れていたよ、ハニー、アイ、ファーコット2ダックと冗談を言った。これは1926年のボクシングヘビー級選手権で、ジャック・デンプシーの敗戦のコメントを引用したものであった、デンプシーは、ジーン・タニーに負けた後、 何が起こったのと尋ねる妻のエステレ・テーラーに対し、ファニー、僕は避けるのを忘れていたと答えた。レーガンのこのような基地は事件後に公にされ、危機の際にもユーモアを忘れないという指導者のあるべき姿を体現したものとして、賞賛の対象となった。その後、レーガンは高齢者としては驚異的なスピードで回復し、事件から約三週間後には公務に復帰している。 あとにレーガンは、共和党大会での演説中、飾り付けの風船が破裂し周囲が銃撃があったのかと勘違いし、騒然とすると、奴は、またしくじったとジョークを飛ばし、聴衆を大いに沸かせた。ヒンクリーは1982年に行われた事件に、対する裁判では13の罪で起訴されたが、6月21日に精神異常が理由で無罪となった。 弁護側の精神医学上の報告書では、ヒンクリーが精神異常であると、報したが、検察当局の報告書は、ヒンクリーを法律上健全であると宣言した。ヒンクリーの無罪判決は広範囲の狼狽を引き起こし、会員及び多くの州で精神異常者の犯罪に対する法律改正につながった。その結果3つの州が弁護を全て廃止した。 ヒンクリーの事件に先立つ連邦裁判所での裁判では死刑裁判の2%未満で精神異常での免罪が使用されその80%が敗訴したこの判決を受けてヒンクリーはワシントン DC のセントエリザベス病院で拘束されたその後ヒンクリーは両親の監督下に1999年に退院を許可され2000年には 監督なしでの釈放が許可された。しかしこれらの権利は、ヒンクリーがフォスターに関する資料を密かに病院に持ち込んでいたことが判明し、無効となった。その後2016年7月釈放が許可された。この銃撃事件とその後のレーガンの対応は、レーガンの支持率に大きな影響を与えた。事件が起こる前のレーガンは、 俳優時代やカリフォルニア州知事時代の言動をもとに多くのリベラル層や知識層などからポピュリストかつ受け入れ的だとして否定的に思われていた。しかし、このような事態においても余裕を失わない精神的な強靭さや基地に富んだ人格が評価され支持率が大きく上がった。あとの一連の政策を行いたのはこの事件なくしては無理だったとする意もある。 この事件で頭部に銃弾を受け障害が残った、ブレーディは大統領報道官としての任務の遂行が不可能となったものの、1989年に、レーガンがその任期を全うするまでの間、正規の大統領報道官として留任を続けることとなった。事件後は、ブレーディの部下となる大統領副報道官が、実質的に、正報道官としての任務を行い、ブレーディは、 回復に向けてのリハビリテーションに専念した。なお、この事件を受けて制定されたのが、米国民の銃器購入に際し、購入者の適性を確認する、ブレーディ法である。しかしこの法律は2005年に NRA などの抵抗により効力延長手続きがされずこうした。ブレーディは2014年8月4日に73歳で死去したが、 バージニア州検視当局はその死因をこの事件による、不詳によるものとして、ブレーディの死を殺人事件と断定し、警察により再捜査が行われることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。